どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとう JAL がですね、ヤバス350ダッシュ線、プレスリリース発表されましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、JAL のね、プレスリリースで、とうとうね、国際線新フラッグシップヤバス350ダッシュ線導入と新サービス開始ということで、こちらがですね、詳細発表されております。で、最初にね、ちょっと残念なね、お知らせがございまして、このエアバス350ダッシュ1000はですね、もともとね、11月の下旬に2023年のね、就航する予定だったんですけども、ちょっとね、納入がね、遅れてるみたいで、残念ながらですね、11月の下旬には飛ばないということで、年内就航する運びとなりましたということで、2023年の12月31日まではね、就航すると思うんですけども、詳しい日付みたいなのはね、また後日発表されると思いますので、ひとまずね、11月下旬にはね、就航しないっていうことが、アナウンスされましたので、予約取ってる方ね、結構いらっしゃるのではないのかななんていうふうに思うんですけども、ぜひね、こちら覚えておいていただければななんていうふうに思います。私もね、ずっとキャンセル待ち等々も含めてね、入れてたんですけども、私はまだね、落ちてきてないんで、無関係なんですけども、多分またね、詳しい日程はプレスリリース出ると思うんですけどね。はい、残念ながらね、11月の下旬には就航しないっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、新サービスのポイントということで、機内インテリア、座席、機内食、機内エンターテイメントということで、こちらね、紹介されているっていう風になっておりまして、下の方にですね、座席が、記載されております。いやね、こちらファーストクラスになるわけなんですけども、いや、めちゃくちゃ良さそうですね。はい。でね、このサイトなんですけども、これ、プレスリリースでね、紹介されておりますんで、結構ね、はしょられて、表示されてるっていう風になりますんで、こちらはね、JAL のね、ファーストクラスのね、ページ等々でね、見ていただいた方がですね、詳しくね、記載されておりますので、気になる方はですね、JAL のサイトでね、ファーストクラス、ビジネスクラスね、選んでいただいて、エアバス350ダッシュ線見ていただくと、こういった感じでね、ページ見ることができるっていう風になっておりますんで、この方がね、いいのかななんていう風に思います。で、こちらがね、ファーストクラスということで、世界最高水準のプライベート空間ということで、いや、めちゃくちゃ良さそうですね。はい、こういった形になります。いや、めちゃくちゃ広いですよね、これね。高いプライバシー性と開放感の客室を両立、スペースの大幅に拡大し、JAL 史上最上のくつろぎをということで、1.3倍にね、広くなっているみたいなんですよね。で、こちらのシートスペックなんですけども、こちら正面から見たらね、こういった形になるんですけども、めちゃくちゃ広いですよね。はい。ここから見てもね、もう広さがわかるぐらいね、広くて、またね、これ2つにね、分かれてるんですけども、これ両方ともね、倒すことができるっていう風になってますんで、ダブルベッドみたいなね、そういった感じで、利用することができるということで、これはめちゃくちゃ良さそうですね。で、両方とも倒したこともできますし、片方だけ倒すこともできるみたいな、そういった感じみたいですね。いやー、良さそうですね。でね、こちらのヘッドレスト、これね、スピーカーがね、内蔵されておりまして、ストレスフリーな音楽をご堪能いただけますということで、この中にね、スピーカー入ってますんで、ヘッドホンつけなくていいんですって。これすごいですよね。結構びっくりだったんですけども、ご自身のね、Bluetooth 等々使いたい場合は、Bluetooth 接続はね、できるようになっているみたいなんですけども、ヘッドホンつけなくていいって結構衝撃だったんで、これはびっくりですね。で、モニターは43インチ 4K 個人モニターということで、めちゃくちゃでかそうですね。43インチってすごいですよね。はい。で、タブレットが、配備されてまして、これでね、CA さん呼んだりすることも、できるみたいですね。で、スマートなね、ワイヤレス充電っていうものね、対応しているということで、こういった形になってるんですよね。で、座席の下のね、荷物入れもね、スーツケース2つも入るっていう感じで、めちゃくちゃ広そうですよね。で、ジャケットとかね、入れるところがあったり、ミニバーとかもね、あるみたいなんで、これもね、またちょっと楽しみですよね。ちょっとね、お水しか映ってないですけども、もしかしたらここになんか入るんですかね、お酒とかね。はい。で、シートサイズがね、こちら展開すると見れるようになっておりまして、座席配列は111ですね。確か今のファーストクラスが121だったと思いますので、今よりね、座席減るっていう感じですかね。で、6席しかないということで、いや、競争率高そうですね。はい。こういった形になっておりますんで、いやね、これ本当にね、めちゃくちゃ乗ってみたいですね。これがファーストクラスっていう風になっておりまして、次ね、ビジネスクラス見ていきましょう。はい。これがね、ビジネスクラスっていう風になっておりまして、ビジネスクラスもですね、個室です。
やはりね、個室来るんじゃないかと言われておりましたけど、やはりね、個室来ましたね。はい。で、プライバシー性の高い座席ということで、瞳を切り捨てる必要がないプライバシー空間、多彩な機能により自由な贅沢な過ごし方をということで、いやー、これもめちゃくちゃ良さそうですね。どうでしょうか？ザルームと比べるとどうですかね？ザルームの方がこうやって見ると広いのかなっていう感じですかね。ザルームはね、もう本当にここまで全部シートになってますんでね。コードはまたちょっと違う感じがして、広さ的にはザルームの方がちょっと広いかなっていうところですかね。で、座席等々はね、こういった形になっておりまして、ビジネスクラスにもですね、このね、ヘッドレスト内蔵のスピーカーはね、付くっていう風になっておりまして、モニターは24インチの 4K 大型モニターで、またね、真ん中の座席は、開放感の可能なプライバシーパーテーションということで、真ん中のね、パーテーションを下げてね、お二人で楽しむみたいなことも、利用することができますね。まあ、こういった形になります。で、ビジネスクラスにもね、ワイヤレス充電対応しているっていう風になっておりまして、座席配列は121の横4列っていう風になります。だから今のビジネスクラスより座席数が少し減る感じになるんですね。で、54席で、モニターインチは24インチですね。いやー、ビジネスクラスもね、やはり個室来たっていうところで、いやー、これも乗ってみたいですね。早くね、就航日を知りたいですね。では、エコノミークラスとプレコも見ていきたいなと思います。はい、これがプレミアムエコノミーですね。こちらね、かなりね、プライベート感をですね、重視しているということで、パーテーションがね、かなり大きくなってるんですよね。これとはかなりやっぱり大きいですよね。はい。でね、リクライニングはですね、前の席が倒れない、リクライニング仕様になってまして、この座席自体がね、リクライニングして、この座席自体は変わらないっていう風になりますんで、前の人のね、席が、まあ、後ろにね、なってくるみたいな、そういったことはね、ないみたいなんで、これは非常にいいですよね。まあ、私とかね、気にしちゃってね、リクライニングできなかったりするんですけども、これは本当にいいですね。で、こちらね、90度まで上がるレッグレストということで、かなりレッグレストね、上がるみたいですね。で、モニターインチは16インチの 4K モニター、従来比で 1.3 倍のサイズということで、かなり大きそうですよね、こっちもね。で、またね、タブレットとかね、置くようなトレイもあったり、あとね、こちら、USB Type A、Type C 両方とも利用することができるということで、このコンセントめちゃくちゃいいですね。はい、全便に導入してほしいぐらいの、はい、いいですよね。で、コーヒータイムに便利なカクテルトレイとかもついていると。で、シートサイズですね。座席配列は242っていった形になっておりまして、モニターサイズは16インチですね。はい。こういった形になります。では、次にエコノミークラス見ていきましょうか。で、こちらはね、エコノミークラスということで、世界最高級エコノミークラス座席ということで、スカイトラックスベストエコノミークラスエアラインシートね、6年連続で受賞しておりますからね。で、またね、シートピッチは最大86センチということで、足元スペースの広い快適な空間、またね、長時間フライトでの疲れを感じない座席角度、着座の瞬間からリラックスがね、始まるということで、どんな感じなんですかね。ちょっとエコノミークラスもね、ちょっと乗ってみたいですよね。で、モニターはね、もうこの写真から見てもね、大きいのがわかる13インチの 4K 巨大モニターということで、これも良さそうですね。で、こちらにも USB Type A、また Type C もね、利用することができるということで、本当にこれめちゃくちゃいいですね。で、AC もね、ついているっていう風になりますんで、これはどの部分だ？この上に AC ついてるんですね。これいいですね。うん、結構ね、下についてることが多いんですけども、AC が上についてるのは本当めちゃくちゃいいですね。で、シートサイズですね。座席配列は333、座席数155、モニターインチは13インチっていった形になります。で、またですね、今回ね、プレスリリースで Airbus 350のね、プレスリリースがね、出ているページがあるんですけども、もう一個ね、特設サイトみたいなのも、こちらね、出ているっていう風になっておりまして、羽田ニューヨークから続々就航 JAL 国際線、Airbus 350ダッシュ1000ということで、こちらにね、スペシャルムービーとかもね、見れるんですよね。ちょっとこれ音入ってるんでね、私の動画ではちょっとお見せすることできないんですけども、まあ気になる方はですね、座席のね、中の映像とかもね、映ってるっていう風になりますんで、これはね、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。これね、ビジネスクラスのね、サービスが内容がね、書いてあるわけなんですけども、いやー、何回見てもね、めちゃくちゃいいですね。
ここら辺のね、あのなんかシルエットとかね、結構ね、インスタとかにね、載ってたりしてたんで、何だったんだろうと思ってたんですけども、これはルームランプなんですかね。はい。まあ、こういった感じでね、特設サイトも組まれておりますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてください。それでは次にですね、ちょっとね、今回ね、JAL の話をね、させていただきましたんで、2023年の10月1日発券分より、ファーストクラスのね、必要マイル数が、シーズン制がね、導入されましたということで、必要マイル数ね、変わっております。9月30日までね、ファーストクラスのね、必要マイル数って、まあ、東京からね、北米路線だと、7万マイルでね、利用することができてたわけなんですけども、残念ながらですね、シーズン制ということで、このね、シーズンによって、必要マイル数がね、変わるっていう風になりますんで、ANA とね、同じ感じになります。ですので、まあ、これはファーストクラスのみにはなりますけども、このビジネスクラスはね、今ね、ダイナミックアワード、まあ、プラスっていうのはね、出ておりますけども、このファーストクラスに関してはですね、シーズン制導入されたということで、まあ、各路線ですね、必要マイル数、まあ、北米であればですね、ローシーズンだったら7万マイル、レギュラーシーズンだったら8万5千マイル、ハイシーズンだったら10万マイルということで、まあ、今までですね、9月の30日まではね、7万マイルで、このファーストクラスね、北米路線発見することができてたわけなんですけども、まあ残念ながらですね、こういった感じでね、ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンということで、まあ必要マイル数がね、上がるようになっておりましたんで、まあ、実質的にはね、これはもう必要マイル数アップって言ってもね、いいのではないのかなっていう感じですかね。まあ私はね、12月とか見ててもね、普通に7万マイルで、9月いっぱいまではね、予約入れることができてたんですけども、今ね、検索すると全部ね、8万5千マイルになっておりますんで、実質解約みたいなね、まあそういった感じですかね。まあこれがね、もう事前アナウンスありましたけども、まあこれがね、とうとう導入されてしまったっていう風になりますんで、まあアメリカだけではなくてですね、もう全路線ね、こういった形で、シーズン制のね、必要マイル数ね。まあ、ファーストクラス限定にはなりますけどね。まあ、こういった形になっておりますんで、この点はね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。ということで、とうとうですね、JAL がね、エアバス350ダッシュ戦、詳細発表いたしましたね。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。はい。これはね、ちょっとね、頑張ってね、乗っていきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、レビュー動画ね、出せればと思いますんで、ぜひね、楽しみにしといていただければな、なんていうふうに、思います。いやーでもね、ちょっとね、11月の下旬にね、もう就航日がね、もう決まると私は思い込んでたので、ちょっと残念ではありますけどもね、一体いつになるんですかね。まあでも11月の下旬がね、難しいってことは、まあ11月中は多分ないので、まあ12月の頭か中旬か、年末になってしまうかもしれないですけどね。まあそこまでになったらですね、ちょっとね、しばらく乗れないですよね。ちょっとね、予約の関係とかもありますんでね。まあひとまずね、できるだけ早くね、乗ってみたいですね。ということで今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。